予備役将校訓練課程、予備役将校訓練課程、予備役将校訓練課程は、主に大学に設置された陸海空軍及び海兵隊の将校を養成するための教育課程のこと、予備役将校養成課程、予備役将校訓練団、予備役将校訓練部隊、予備役主官訓練課程とも、アメリカの ROTC の歴史は、 1868年に制定されたモリルランドグラント法の適用を受けたランドグラント大学に設置されたのが始まりである。これらの大学の学生に課せられたカリキュラムには軍事的な戦術も含まれ予備役の将校を要請する過程として確立されていった。ROTC が最初に設けられた大学は1818 18年に 私立の陸軍士官学校を前身として設立されたノーウィッチ大学ノーリッチユニバーシティである。1960年代まではこれらの大学の学生には ROTG への参加が義務付けられていたがベトナム戦争の勃発を契機に反戦派学生による抗議や拒否の声が高まりフィリップ・ケ・ディックのように ROTG の強制を理由に中退する者が増えたことから 参加は強制から任意に転換され今日に至っている。アメリカにおける ROTC は陸海空軍及び海兵隊の将校を育成するため特定の州立大学、私立大学に設置された教育課程のことであり、当該課程の修了者は陸軍士官学校、海軍兵学校などの卒業と同様に初級将校に任官する。普通アメリカで ROTC といえば、陸軍の ROTC を指す。海軍、空軍の ROTC はそれぞれンローク、アフロトックと呼ばれる。海兵隊はロークに組み込まれる。ROTC に参加している学生の故障は、カデット、カデット陸軍、空軍、ミジップマン、ミドシップマン海軍、海兵隊。現在の米軍士官の約40%が、 ROTC の出身と言われる。各軍将校の ROTC 出身者比率は、陸軍の56%が最も多く、海兵隊の11%が最も少ない。現時点で、園外警備隊に ROTC 制度はない。ROTC では、一般学生に混じって、授業を受けながら、同時に軍事訓練を積み軍人教育を受ける。卒業後の数年間、 軍役、現役、予備役、あるいは周兵に就くことが義務付けられる。在学中は、基本的に招集されないことになっているが、非常事態時には、国会の命令により招集可能。過去に一度、第二次世界大戦中にウェストポイントのカデットが、招集されたことがあるが、一般大学の ROTC のカデットが、招集されたケースは、今のところない。在学中は、 学費の一部あるいは全額支給に加え奨学金、数百ドルを受け取り、卒業後は、主官として入隊することができるため競争率高い。高校、あるいは、大学の成績と SAT の点数に加え、犯罪歴や、借金の有無のチェック、身体測定や、運動能力テストを課される。不教示と、アメリカ同時多発テロ事件などの国家危機時に志願者が、増えると言われている。 元国務長官、コリン・パウエルも ROTC の卒業生である。ROTC は IB リーグを含む全米のあらゆる大学に支部を持っている。ROTC に入るための入学試験は、身体、運動能力テストを除けば一般大学と変わるものではないが、入学後の身体鍛錬、軍事科目と専攻科目の両立、実に演習などが課せられており、 強靭な肉体と軍隊の規律に従うだけの精神力が求められる。このようにアメリカの若者が ROTC に入る主な動機として挙げられるのはパイロットや看護師などへの就職、あるいは奨学金を受けながら学位を取得することなどである。アメリカ軍の ROTC は主に旅団と大体からなり戦闘部隊や飛行部隊などがある。 ROTC に在籍する学生は、それぞれの職種に応じた訓練に参加する。アメリカの ROTC 設置校の中で、以下の6校が、上級軍事大学、シニアミリタリーカレッジに指定されている。このうち、ノーウィッチ大学は、私立の軍事大学であり、ノースジョージア州立大学、シュタデル、バージニア軍事大学は、軍事教育を中心とする州立大学である。 テキサス A&M 大学とバージニア工科大学は一般の州立総合大学である。上級軍事大学出身者は一般大学の ROTC 出身者よりも優先的に職種を選ぶことができる。他にも軍事短期大学に指定されている以下の4校が挙げられる。軍事短期大学出身者は卒業、任官後に予備役、あるいは州兵での勤務が義務付けられている。 ここでは、早期任官制度が用いられ、2年間で、短大課程を修了後に少位に任官。その後、4年生大学に編入し、学士号を取得するために大学に通いながら予備役、あるいは周兵に少位として勤務するというものである。ROTC を設置する国は、アメリカ合衆国及びそれらと関わりの深い国に、多い。1912年、 当時アメリカの植民地統治下にあったフィリピンにおいてフィリピン大学に ROTC が設置され韓国では1963年に ROTC に相当する学生軍事教育団が台湾においても1997年に ROTC に相当する家庭が設置されている日本では1925年大正14年から1945年 昭和20年までの間、陸軍令下に陸軍予備士官学校が存在し、予備役将校の育成がなされていた。さらに、現役将校が中学校以上の学校において基礎的な教練を施す学校教練という制度が存在した。また、海軍では東京高等小船学校及び神戸高等小船学校の官立高等商船学校2校について、 海軍予備士官の養成カリキュラムが組まれており、この2校に入学した学生は、自動的に全員が海軍予備生徒に任命され、海軍生徒に準じる待遇を受けた。卒業と同時に、海軍予備将尉もしくは、海軍予備機関将尉に任官するものである。平時は民間にあって、海事関係の職業に従事し、海軍の招集、従院招集によって、軍務に服した。後に、 東京、神戸の両校等商船学校以外にも、清水高等商船学校、函館水産専門学校沿用漁労科、水産講習所沿用漁労科にも拡大された。戦時は、実戦部隊のほか、海軍諸学校の教官、民間造船所の監督官等、予備士官が活躍した。いわゆる予備学生とは、完全に異なり、予備生徒の方が格式が高い。しかし、 アメリカの同盟国となった戦後は、今日に至るまで、自衛隊において、ROTC、またはそれに相当する過程は設置されておらず、学生から自衛官を養成するプログラムとしては、防衛大学校や自衛官に任官することを条件として、奨学金を対応される、対比学生、層の候補を育成する、陸上自衛隊高等高科学校、かつては自衛隊生徒などが存在するのみである。 これらはあくまで常備の自衛官を養成するものであり、予備役軍人に相当する予備自衛官の制度において、幹部を養成する過程は存在しない。1955年、昭和30年8月10日、防衛庁長官の砂田重正が閣議を経ない、個人的な意見として、郷土防衛隊構想とともに、高等学校、当時、高等学校への進学率はそれほど、 高くなかったことに注目するようがある。または、大学等の卒業生を対象に、企業等に就職する前の10ヶ月、ないし1年間を自衛隊の学校に入校させ、予備幹部自衛官とする予備幹部、自衛官制度構想を掲げた。しかし、この構想は、経済同友会の支持は得たものの、社会的には、戦後間もない当時の情勢のもとで、自衛隊を軍事的に無意に拡大させる。 発言、ないし、第二次大戦末期の学徒出陣を想起させる、危うい発言と捉えられた。このため、砂田は、野党の反発を受けて罷免され、この構想も、政府当局ないし防衛庁が公式に検討した、ものではないものとして処理され、依頼同様の内容の制度は検討されてこなかった。しかし、2001年、平成13年、陸上自衛隊において、予備自衛官補が、 初めて設置され、18歳以上34歳以下、もしくは保有する技能に基づく年齢の上限を満たす、学生を含む自衛官未経験者が予備自衛官に志願することが可能となり、2006年より本格的な運用が開始されるようになった。これは ROTC のような証拠を要請する目的ではないが、実際の予備自衛官補正度では、 機能公募の予備自衛官補の場合、主に医官、司会官、薬剤官などの職種で採用されているものに対しては、予備自衛官任官時に、幹部自衛官の階級である三等陸以下二等陸佐に指定、または昇進されうる道が開かれている。ただし、現状では、予備自衛官補を幹部自衛官に登用する道は一部に止まっており、諸外国と同様の ROTC 制度は、 有さないのが現状である。こうした現状については、軍事ジャーナリストの上浦元明が、自身のホームページで、予備自衛官補が、ROTC 創設につながる、可能性について言及しているほか、軍事評論家の評道28も、日本の論点2004において、日本が未まだ予備自衛官補制度の未有するのに対して、ROTC の創設の必要性について、触れているなど、 一部に ROTC の必要性を述べる見解もある。また、2007年、平成19年6月6日、自由民主党の政務調査会国防部会では、自衛官の質的向上、人材確保、将来の活用に関する提言において、予備自衛官制度の改正について触れ、その中で、召喚級の予備自衛官の設置について改善する必要性を記しており、 今後の幹部たる予備自衛官の運用について注目されるところである。なお、防衛省内に設置された防衛力の人的側面についての抜本的改革に関する検討会においても予備自衛官の階級上限引上げが検討されており、予備自衛官制度そのものの拡充の中で階級運用もより広がるものと思われる。さらに、同提言では、 一般大学等からより安定的かつ優秀な幹部自衛官を確保するため、現行の対比学生に加え、アメリカの ROTC を参考とした採用制度についての検討も触れている。韓国における ROTC の制度は1961年6月、ソウル大学や高来大学など全国16大学に第一期生2642名からなる。 学生軍事教育団、医科学軍団、ハングルが創設されたことから始まった。これは、前年の1960年9月、当時の文教部、現教育科学技術部と国防部がアメリカ軍事顧問団の指導を受けて確定した、学軍団制度の計画に基づいて創設されたもので、2年後の1963年2月に、学軍団第1期生が将位として任官した。 当時の韓国における識字率は6割ほどにまで落ち込み、ハングルで書かれた野戦教本を読めない将校も少なからずいた中、ROTC 出身将校たちは、紙幣らの識字向上運動に積極的に取り組むなど、韓国軍の水準を高める足がかりを作った。現在、毎年およそ3000名の初級将校を輩出し、招待長など、 軍の初級将校の中枢を担う存在となっている。学軍団創設当時は全国16の総合大学にのみ設置されていたが、2002年、現在は97校に学軍団が設置されている。そのうち陸軍は92校、海軍は韓国海洋大学校など4校、空軍は航空大学1校に設置されている。3から4年生の2年間の間に、 初級将校が身につけるべき理論中心の軍事教育を校内教育として休み期間中に全国学軍団を統率する学生中央軍事学校に入園して実習中心の入園訓練をそれで受け2年間の教育課程履修後に将位として任官される。そして任官後2年4ヶ月間将校として自身の専攻分野の実務を身につけつつ 将校としての任務を全うする仕組みとなっている。なお2010年12月、初めて女子学生を対象とした ROTC 制度が始まり全国7大学から合わせて60名が選ばれた。そして12月10日にソウル市の宿命女子大学校で学軍団創設式が行われた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。